こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国史です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は五胡十六国時代、西燕の牡羊王です。はい。どんな人だったのですか？牡羊王は前燕の第三代皇帝、牡羊尉の弟なんだ。ほうほう。牡羊尉は情けない皇帝ですね。牡羊王は皇帝ではなかったのだけど、前燕に続く西燕の、実質的な創建者とされているんだ。ほうほう。前燕の後世部族である鮮卑族は、当初は中国の東北部に、住んでいたんだけど、はい。370年に前秦の攻撃を受けて、前燕は滅びてしまい、この鮮卑族は、前秦の漢中に、移住させられているんだ。知らない土地に、移住させられたのですね。かわいそうですね。牡羊王も前秦の漢中で、前秦の将軍として、前秦のために働くのだけれど。はい。383年に前秦が、翡翠の戦いで大敗すると、前秦に服属していた、多くの部族が離反するんだ。そうでしたね。そして384年に、叔父の牡羊水が、河北で反乱を起こしたことを聞くと、牡羊王も即座に関東の、鮮卑部族を集結させ、自らを西北王と称して、独立するんだ。おお。そして当初は牡羊水を、牡王と呼んで、牡羊水軍への基準を、考えるんだけど、はい。前秦軍が牡羊水討伐に、向かっていると聞き、危機を回避するために、牡羊水軍への合流を諦め、単独でこちの東北地方へ、帰還しようと考えるんだ。故郷が一番、安心しますよね。この時、別の地で独立していた、弟の牡羊忠も合流する。ほうほう。その後も東北へ、戻ろうとするけれど、敵に阻まれるなどして、なかなか思い通りにいかなかった。はい。また牡羊王は、前秦に囚われていた、兄の牡羊尉を、助けようと思い、前秦皇帝府県に、兄の牡羊尉を送れば、自分は漢中を去って、前秦を犯さないことを約束する、という手紙を送っている。前秦から離反したのに、大層な言い草ですね。これに府県は激怒するが、牡羊尉が泣いて謝ったために、牡羊尉は除名されている。兄とはいえ、泣いて謝るとは、情けない皇帝ですね。しかしその後、牡羊尉が府県暗殺を計画し、露見したために、殺されてしまうんだ。そうですか。その後牡羊王は、前秦軍の混乱に乗じて、前秦の都であった、長安を占領するんだ。え、前秦の都長安を、占領したのですね。府県はどうしたのですか？府県は逃亡し、その途中で殺されるんだ。そうですか。長安を占領した牡羊王は、元号を改め西燕を樹立する。ほうほう。そして牡羊王が皇帝になるはずだったんだけど、違うのですか？牡羊王が法に厳しいことを、部下たちが嫌い、弟の牡羊忠の方が、特防があると信じて、牡羊王を殺害してしまうんだ。ええー、急な展開ですね。部下が皇帝を、殺してしまうのですか？そうなのです。これで終わりですか？そうなんです。牡羊王は死んでしまいました。戦国時代なためか、部下が簡単に、皇帝を殺すのですね。怖いですよね。今日の話はこれでおしまいです。それではまた。またまた。